ないからって舐めないで。将来性はものすごいんだから。ゲヘナ学園給食部ミレニアムサイエンススクール所、あの怪我をされた方がいらっしゃいます。本の中の物語。今から何をすればいい？教えて先生。結局来てしまいました。夏、海、幸せです。